第5祭フィナーレに向けて大詰めのコンテンツ佳境に入ってまいりました。幽谷とってもトゥワイライトの色合いが気持ちよい。この海沿いでただいまからお送りするのはご存知の通り、今隣のボクちゃんが僕になぜか息を吹きかけていますが、2015横浜銀行ドリームオブハーモニーです。よろしくお願いします。参加コーラス隊の皆さん、お待たせしてしまって申し訳ございません。隅の方まで、ありがとうございます。具合が悪い方いらっしゃいませんか？大丈夫ですか？ちょっと立ちすぎてるんだけどと。大丈夫？あ、どうもこんにちは。大丈夫ですね。僕たち大丈夫ですか？お、この僕は絶対大丈夫そうだ。ありがとうございます。男子の皆さんもすいません、お待たせしてしまいまして、段取り整いました。なお第34回横浜開港祭、このドリームオブハーモニーの後はビームススペクタクルインハーバー、今年最初の花火が横浜みなとみらいの夜空に舞うことになっています。どうぞ最後までお付き合いください。このフィナーレに向けてのコンテンツ司会進行、もう12回も呼んでいただいてありがとうございます。明日の朝も放送します。 FM 横浜地元のラジオ局ディスクジョッキー栗原晴さんと申します。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、それではこの第34回の開港祭を取り仕切ってきたスタッフを紹介します。第34回横浜開港祭実行委員会、戸之内隆夫実行委員長です。どうぞ。はい、皆さんこんばんは。はい、ただいまご紹介いただきました、私は第34回横浜開港祭の実行委員長を務めております戸之内隆夫と申します。本日はこれだけ多くの皆様にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。さて、今年の開港祭はですね、5月の30日の金曜日、31日、そして本日と3日間にわたりまして開催をさせていただきました。テーマがサンクス・トゥ・ザ・フォート、開港を祝い港に感謝しよう、市民が作り上げた国際フォートみんなで祝おう誕生祭と、このようなテーマでここまで行ってきております。イベント数としましては約50のイベントがありまして、土曜にも開催されましたちびっこミニ駅伝、キッズダンス、そして土曜日こちらも夜に開催されましたけども、電波組さんの開港祭ライブ、本日も多くのアーティストに出演いただいたライブもございました。また観光調停パレードなどなどで50のイベントを行ってきております。これからドリームオブハーモニー、そして最後にはビームスペクタクルインハーバーを行わさせていただいていきます。ドリームオブハーモニー、今こちらのステージに多くの方が来ていただいておりますけども、約1000名の市民の方にこれまで7回の練習、そして昨日はゲネプロということで8回練習を重ねましてここまで来ました。皆様の歌声がですね、こんだけ集まって聞くととてもすごいハーモニーになります。また土曜日にもご出演いただいた電波組インクさんにも再度ご出演いただくこともございます。そしてビームスペクタクルインハーバー、こちらですけども、今年は国際色を盛り込もう、先ほど言いました国際コートという言葉を使わさせていただきまして、国際色をふんだんに盛り込んだ、そんな開港祭ということで、このビームスペクタクルインハーバーは皆様ご承知の通り、音と光の、そして花火を上げる、そのようなイベントとなっておりますが、音楽の部分では横浜市の友好姉妹友好都市、こちらをイメージしたオリジナルの曲、そして横浜市歌をアレンジした曲、そのような曲とともに花火を打ち上げさせていただきます。最後までどうぞお楽しみください。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。ということで、みんなで最初は横浜市歌ということになるんですが、ここで、サプライズにもなると思います。皆さんと一緒に歌いたいということで、急遽横浜市長が、林市長が来てくださいました。ぜひご登場いただきましょう。林横浜市長です。
皆様こんばんは。横浜市長の林文子です。第34回開講祭、本当にたくさんの方にお集まりいただきましてありがとうございました。今戸之内実行委員長からどんなにこの素晴らしい、2日間3日間であったかというお話を皆さんと一緒に聞かせていただきました。そしてこの壇上に1000人の仲間たち、横浜銀行ドリームオブハーモニー、これ毎年の楽しみですけども、今年もさらにバージョンアップしてなんと電波組がご出演になるということでございます。本当にここまで、この開講祭を作ってきてくださいました横浜商工会議所の皆様、そしてこの両方のボードにございますけれども、スポンサーのご協力の企業の皆様に心から市長としてお礼を申し上げたいと思います。皆さん、本当にこの場は横浜市民でよかったな、毎年毎年こんなにワクワクドキドキする様子はないかな、そのふうに思いだと思います。私も一緒に横浜市から歌わせていただきたいと思います。みんなで盛り上げてまいりましょう。本当に今日はありがとうございます。ありがとうございます。あと 1,2 分ございますね、市長。この毎週末潰してこの開講祭のためにリハーサルで西区の公会堂に集まった皆さんにちょっとメールを出してこちら吉田さんが引き上げて構いませんので、皆さん、すいません、皆様本当にありがとうございます。とても私も楽しみにしております。このハーモニー、こんなに素晴らしい本当のハーモニーが来るって1000人ですよね。練習も大変だったと思います。本当にありがとうございます。改めてあちらの端の方にたくさんいらっしゃる。すいません、はい、どうもありがとうございます。あと男子チームの皆さんですね、白組の皆さんでございます。どうも皆様本当にありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。クリハさん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。さあ皆さん、花火に向けて盛り上げる準備はいかがですか。